さあ対戦相手里村選手ですね。選手がいよいよ待望のデビューを迎えました、はい、竹内彩花。いや相手が里村というのもこれまた、まあ、当人ここで初めて知ったわけですけどね、当日まで X になってましたから、はい、さあその里村を当てようと決めたのはこれは大将ということなんでしょうかね。さあ親がこうね見つめるような今表情を見せました。長代千草、そして里村が入場しました。さあ竹内、この子気合いの入った表情を見せていると。出身ということで、うん、ご家族の方も、ね、紙テープが、キリンの紙テープ、まあ、どんな気持ちなんでしょうか。さあ一人の少女がプロレスラーになる瞬間、いよいよやってきました。まあね、本当にご家族の方もね、はい、まあどういった心境でこのデビュー戦を眺めているんでしょうか。とにかくもうね、力いっぱい悔いのないようにやれっていう感じなんでしょうけれどもね、まあ、一生に一回のことですからね、引退試合は 2,3 回やる人いますけど、なるほど、はい、デビュー戦はどうやってもね、デビュー戦はどうやっても1回ですから ね、 ですよね。さあまずはドロップキック、助走十分、助走十分ドロップ、いや堂々、いや高い高い、いや里村のね胸をつんざきましたね、はい、さあそしてロープに振っていこうというところ。いやでもこれ体よく見るとですね、あちこちあざあるんですけど、直前までここがきつい練習したんだと思いますよ。でしょうね。さあ太ももにすごい大きいあざが一つあるんですよ ね、 あれ多分ローキック蹴られてできたあざだと思うんですけど、まあでもある意味これはもう勲章というぐらいのね気持ちで臨んでいるんでしょう。さあおおぶいって返す、うわやはりちょっと背中を 見せる時間が長いとねキックが飛んできま す、 ですね。いやしかもねこれ道場でのスパーリングとはまたこのキックとかの入り方も違うんでしょうね、はい、うわエルボーかわす、これ多分ねの、うん、技ドロップキックぐらいしか教えてもらってないと思うんですよ、でしょうね、はい、そしてボディスラムにトライしようというところですが、はい、うわそれを丸め込む、うわそうエルボーエルボー、いいですねこの思い切りはね、里村に対してエルボー、はい、分厚い胸板に叩き込んでいく、さあかわす、いやノッ、おなかなか技がありますよ、はい、これさあそして今度は上にドロップ、でも体つきとか見ても基礎はきっちりできてますね、やっぱり遠いですよ足がね、キックボクシングをちょっとやってたんですけどね、さあ実にこれ入門から1年半というね、はい、歳月を経ての待望のデビュー戦ですから、もうこの1年半苦しかったことを全てね、そうですね、まあ、その間にこう自分より後に入った練習生とかどんどんやめてるわけですよね、はい、まあ、歯食いしばってこの日を迎えたというのはやっぱ感慨深いものありますね、彼女ずっとこう、こう全、ね、人格をもう全てこう出し切ってですね、この里村にぶつけていってほしいです ね、 あね、ちょっとエルボーがきつく入ったみたいですけど、顎に入りましたね、あちょっと心配そうに今トミーレフリーが、ね、見ましたけれども、あこれをかわす、三線引いてたんですかね、何か新人らしからぬ部分もありますね、今日これ里村の技をかなりかわしてますよね、はい、いやなかなか新人そういった余裕はないかなと思ったんですが、このエルボーはさすがにものに食らったぞ、返した返した、ガッツありますね、いや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 、いやでもこのアリーナのこの水着見るのも久しぶりですからね、久しぶりですね、前はこの水着ばっかだったんですけどね、もう思い出す方も多いかと思いますけども、はい、石井瑞希選手って言われたんですけどね、彼女以来ですから、いや本当ガイアジャパンとしても待望のね大型新人ということで期待も大きいわけですよね、はい、うわーさあブリッジで返す、もうなんか振り絞ってという感じですね、さあどうでしょう、ちょっと頭打ちましたかね、ここが頑張りところですよ、うん、まあ、もちろんこれ勝利云々ということではないと思うんですが、はい、この辺りでどのぐらい
自分の潜在的な力を発揮できるかっていうところがどうでしょうか、後々まで自分の心の自信というかね、でそういったものに繋がってきますんでね、この1試合でお客さんある程度、はい、竹内彩花っていう選手がどういう選手なのか見ますからね、うん、はい、しかもデビュー戦っていうのは私どもの番組でもそうなんですけれども、いつまで経ってもこれ素材として残る素材なんでね、はい、あっとこれは裏十字完璧に入ったかな、いやー里村も厳しいですねやっぱりね、長谷選手からはね5分は頑張ってこいって言われてたみたいですけどね、あそうですか、結局3分34秒ですか抜けられましたが、あ腕をちょっと今スプレーで増やしていますが、まあでもよく頑張りましたね、はい、あそこまでさすがにまあね、がっちり関節入れられてしまっては返せなかったんですけれども、まあ、体もあんまり大きくないですし、うん、年齢的にも23歳決して若くはないですから、はいはい、今後ねそんなに時間がない部分もありますね、普通のことやっててはダメですね、うん、まあ、しかしこれ里村を睨んでいるのかなかなかねこう涙を流しながらもかなりこう険しい表情でしたけれども、あ今何しゃべって何かね、今里村が声をかけて、長いよもう思わず、あね、その目には涙がちょっと浮かんでます、まあ、彼女は実質的には里村選手たちがずっと練習見てたらしいんですけど、はい、なるほどね、この下積み長かっただけにね、本当感無量ということあるんでしょうね、いやでもよく頑張りました、肩にもね、大きな技があります、さあ、竹内彩花、しかしもう未来のガイジャパンをね託せるぐらいの一歳ですから、これからどんどん成長していってほしいですね、はい。